今多くの人々が生きているのも辛いけれども死ぬのも怖いという、そういう板挟みの中に生きている人が多い中で、パウロは生きていたら素晴らしいし、死んだらまたそれも素晴らしいという、この板挟み状態の中で生きていた。皆さんこんにちは、松本明弘です。最近のニュースを見ていますと、死って何だろうということについて考えさせられる出来事が多いなと思います。そこで今日は新約聖書27巻中13巻の書簡、手紙を書いたパウロはどんな死生観を持っていたのかということについてご一緒に考えたいと思います。それが書かれているのがピリピ人への手紙ですね。まずこの手紙の背景から説明をしたいと思うんですけれども、彼は使徒の働き16章を読みますと、第2次宣教旅行でこのマケドニア地方にあるピリピという町に初めて来て、そこで伝道し、そして教会を設立します。その後彼はさらに巡回伝道を続け、ついにローマにまでやってきた。それがこのピリピに初めて行った時から約12年後の話なんですけれども、このローマからパウロはピリピの兄弟姉妹に向けて手紙を書いているですね。で、今回は伝道のためというよりも裁判のためにパウロはローマにやってきました。この後彼は皇帝ネロの尋問を受けようとしています。それを待っている期間ですから、完全な獄中とは言い切れないけれども、ある程度の自由を与えられながら、しかしそこから出ることができないという、まあ、いわゆる軟禁状態ですね。そういう状態の中に約2年間置かれていたんですが、その間に彼が書いた手紙が先ほど申し上げた13通中4通ですので、この4通を獄中書簡と呼びます。エペソ人への手紙、コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙、そして今日取り扱うピリピ人への手紙、この4通が獄中から書かれたわけですね。しかし獄中から書かれたという、 こう雰囲気が全く伝わってこないほど、この手紙は喜びにあふれています。もっと言うならば、この後の裁判の結果遺憾によってパウロは死刑になるかもしれないという状況でありながら、悲壮感は全く漂っていない、むしろ喜びにあふれている手紙なので、ピリピ人への手紙は別名喜びの書簡と呼ばれているぐらいなんですね。どうしてこの後死刑になるかもしれないと思っている人間がこのように喜びを持って手紙を書くことができたのか、答えははっきりしています。彼は死の問題が解決されていたからですね。普通私たちは私たちの身に起こる最悪の出来事は何だろうかって考えると、それは死だって思いますね。病気にもなりたくない、事故にも遭いたくない、嫌なことは起きてほしくない、でも一番嫌なことといえば死であろうと考える。しかしその死の問題が解決されていて、その最悪と思っていたことがもう実は最悪でなくなったとするならば、もはや私たちにとって恐れるものなんてないんだなっていうことが彼の手紙を通して考えさせられます。1ヶ月半ほど前に私は死後の世界はあるのかというテーマで3回シリーズのメッセージを語りました。いろんな反響をいただき、またお便りもいただきました。そのお便りの中の一つにこういうものがありました。なぜ自分の人生は生きづらいと思いながら今日まで歩んできたのか、ようやくその答えが分かりました。それは自分が死んだらどうなるかが分からなかったからです。死んだらどうなるか分からなかったから、どう生きたらいいかも分からなかった。しかし今、死んだらどうなるかっていうことが
分かったので生きることがすごく楽になりましたというお便りをいただき、本当にあのメッセージをしてよかったなっていうふうに思っております。確かにどこに向かって走っているのか、ゴールが分からないまま走れ走れと言われることは本当に辛いことだと思います。ヘブル人への手紙9章27節にはこのような言葉が書かれています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。私たちは誰も自分は必ずいつか死ぬってことを知っているけれども、それと同時に魂の奥底でその時に正しい裁きがあるのではないか、人の目には隠せても神の目には隠すことのできないあの罪この罪に対する正しい裁きがあるのではないかっていうふうに思う気持ちがあるので死が恐怖になっているのではないかと思います。ですからこの死後の裁きの問題が解決しない限り、私たちは本当の安心を得ることはできない。なぜならば罪がないという人は一人もいないからであります。全員死ぬことと死後に裁きを受けることは定まっている。だからイエス・キリストはこの地上に来てくださった。そして私たちの身代わりとなって私たちの犯した罪をその身に背負い、あの十字架の上で命を捨て、確かに墓に葬られたんだけれども3日目に復活して私たちの救いの御業を成し遂げたということを証明してくださった。イエス・キリストが私の身代わりとなって十字架で死に復活されたと信じることによって私たちの罪が許されるという道をこの方は開いてくださったのであります。この福音がどれほど大切か、人の永遠を左右するほど大切なものであるということを知っていたがゆえに、パウロは命がけで、まさに文字通り命がけで伝道したんですね。その結果今ローマにやってきて、その裁判また自分に対する判決を待っているという状態で、ではイエス・キリストを信じたら救われますよと声の限り語っていたこのパウロ自身はどういう死生観を持っていたのでしょうか。彼の死生観ははっきりしていますね。死、それは決して悪いものではない。なぜなら死という入り口を通してこの地上よりもはるかに素晴らしいところに私は行くことができる、そこでイエス・キリストと顔と顔とを合わせてまみえることができるんだっていう死生観を持っていたからです。日本人は死という言葉を意味嫌いますね。そんな不吉なこと言わないでっていうふうに言われる、話題にされにくい。しかしパウロは自分にとって死の問題が解決されているゆえに、はっきりと堂々とあからさまに死について語るんです。彼が死んだ後の素晴らしい世界のことだけ話しているのを見ると、おお、パウロってもう世捨て人のような生き方をしているのかなと思ったら、そうではないということがこのピリピ人への手紙の第1章22節以降に書かれています。22節、しかし肉体において生きることが続くなら私の働きが実を結ぶことになるので、どちらを選んだらよいか私には分かりません。どちらを選んだらよいかっていうのは、ここで私は死刑判決が出て死んだ方がいいのか、それとも死刑判決を免れて生き続けた方がいいのか私には分からない。分からないことは自分で決めようとはしないで、全く正しい判断をしてくださる神様に委ねますということであります。つまり彼は生き続けていたら私を通して豊かな実を結ぶことができる、そのことも確信していたわけですね。決して世捨て人ではなかった。23節、私はその2つのことの間で板挟みとなっています。私の願いは世を去ってキリストと共にいることです。その方がはるかに望ましいのです。さあここで彼は板挟みという言葉を使っています。
普通板挟みっていうのはネガティブな意味で用いられるんですが、彼はここで非常に前向きな言葉として用いてますね。私がここで死んだら天国に行くことができる、もし生きてたらあなた方のためにさらに豊かな実を結ぶことができる。どっちもいいな、どっちもいいから私はどっちがいいか選べない、この二つのものの間で板挟みだと言うんです。なんと贅沢な悩みかなと思いませんか。今多くの人々が生きているのも辛いけれども死ぬのも怖いという、そういう板挟みの中に生きている人が多い中で、パウロは生きていたら素晴らしいし、死んだらまたそれも素晴らしいという、この板挟み状態の中で生きていたということです。もし私の願いを言わせていただけるならば、私は世を去ってキリストと共にいる方がはるかに望ましい、これは私の願いですと。しかし24節、しかしこの肉体にとどまることがあなた方のためにはもっと必要ですと、ここでは彼なりの結論を出していますね。どちらも素晴らしい、もし私が選んでいいって言われるんだったら世を去ってキリストのもとに行くことを選ぶんだけれども、それを選ぶ権限は私には与えられていない。そしておそらく今神様の御心は、今回死刑判決が出ないで私が生き続けて、そして豊かな実を結ぶということを神様は願っておられるんだということを彼は確信した、そのことがここに書かれています。実際パウロはこの後釈放されます。そして性懲りもなく伝道活動を再開するんですね。またそんなことをしたら捕らえられるのにと思うんですけども、彼はこの素晴らしい永遠の救いをもたらすメッセージを語らずにはいられなかった。そして案の定数年後に彼は再び捕らえられます。そして今度はどうなるか、彼も覚悟を決めました。今度は処刑されるということを彼は分かったんでしょうね。その中で書かれたのが13通の彼の手紙の中の絶筆となったテモテへの第2の手紙、4章からなるこの手紙の最終章第4章を読みたいと思いますが、彼は間もなく自分がこの世を去るという時に自分の愛してやまない弟子テモテに対して最後の手紙を書き送っているわけですね。そのテモテ第2の手紙の4章6節以降お読みいたします。6節、私はすでに注ぎの捧げ物となっています。私が世を去る時が来ました。彼はここで比喩的表現を使ってますね。自分の処刑がなされる時に首が切られて血が吹き出される、それを注ぎの捧げ物と彼はここで表現しているわけです。7節、私は勇敢に戦い抜き、走るべき道のりを走り終え、信仰を守り通しました。なんと素晴らしい言葉かなと思いますね。彼は勇敢に戦い抜いたんです。そして自分に課せられたこのレースを最後の最後まで走り抜いた。そして信仰を守り通した。だから8節、あとは義の栄冠が私のために用意されているだけです。その日には正しい裁き主である主がそれを私に授けてくださいます。つまり私がこの世を去ったその時に主なる神が義の栄冠を私に与えてくださる。私だけではなく主の現れを慕い求めている人には誰にでも授けてくださるのです。このようにパウロは語っています。人生を終える時にこの言葉を語って締めるってどんなに幸いなことだろうと思いますね。それでは今日は最後にパウロの死生観を通して私たちも3つの祝福を受け取って終わりたいと思います。第一の祝福、それは永遠の命の確信です。自分には永遠の命が与えられている、私は神の裁きを免れているということを知りながら生きられるって
なんて幸いなことかと思います。私もかつては死んだらどこに行くんだろうか、そのことが気になって仕方がない、生きることに専念できなかったんだけれども、しかし自分の行き先がはっきり分かった今、死んだらどこに行くかその心配はもうありませんから、生きることに専念できる、これは幸せなことです。第二の祝福、それは生かされているということは目的があるってことです。神様は目的もなく何かをなさる方ではない。今私たちが命が与えられているということは、あなたにしてほしいと願っておられる使命が神様から与えられていることの証拠であります。そして第三の祝福、それは神の最善のご計画があるんだということですね。私がいつ生まれるか、私がいつ死ぬか、それは私が選べるものじゃない、それは神の領域に属するんだ、だからこの地上生涯をいつ終えるかということに関しては私に選択権はない、これは最善のご計画をお持ちである神様にお委ねするのが一番いいんだっていうことをパウロの死生観を通して私たちは教えられます。ぜひあなたもイエス・キリストを信じて、この永遠の命の確信を受け取っていただきたいと思います。そして生かされているということは神からの使命が与えられているんだっていうことを覚えて、その使命を全うする歩みをしようではありませんか。そして自分の命に関しては神様の最善のご計画にお委ねする、この安心感を持って私たち歩いていきたいと思います。それではこの続きは次回またお話ししたいと思います。ありがとうございました。